三島市の三島大社では、来月の節分祭に向けた厄除け豆を袋に入れる作業が行われています。初日の今日は、三島大社の慶心婦人会のメンバー85人が参加し、来月の節分祭で使われる袋に丁寧に手作業で豆を入れていきました。例年1日で行われるこの厄除け豆の袋入れですが、今年は新型コロナの対策で2日間に人数を分けて行い、合わせて4万袋を作ります。皆さんの健康とご多幸、コロナの収束を願いつつ入れさせていただいてます。三島大社では今のところ、来月3日の節分祭で70歳以上の年男が豆まきをする予定ですが、今後の感染状況で対応を決めるということです。